も妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回はですね、こちらデラックス妖怪アークシリーズの第5弾となるボン剣心アマテラス月神つくよみのデラックス妖怪アークご紹介したいと思います。これね、パッケージちょっとサイズ意外とデカめなんです。これは2本デラックス妖怪アークが入ってるからですよね。月神つくよみに剣心アマテラス、美しい、そしてめちゃかっこいいですよね。映画妖怪ウォッチフォーエバーフレンズに出てきた、まあ、神なわけですけど、これさ、まあ、ぶっちゃけそのデラックス妖怪アーク言うてますけども、こちらですね、ツクヨミとあとアマテラスの、まあ、妖怪アークってアルティメットレアランクとしてあるわけなんですよね。これがちょっとパワーアップしたみたいな、リメイクしたみたいな感じですかね。再販に近いのかもしれないですよね。妖怪ウォッチ4とかね、妖怪ウォッチ4プラプラと連動することができるんですけど、なんとですね、これと、あとこれですね、連動した時のアイテムがですね、同じなんですよね。まさかの同じ。だからほんまに見た目だけ違うんかなっていう感じですね。ちなみになんですけど、このツクヨミとアマテラスの妖怪アークって、去年登場したんですよね。次世代ワールドホビーフェアの2019か、ウィンターということで、ほんまに1月頃にですね、ワールドホビーフェアが開催されまして、そこで発売されたのが、妖怪アークゼロ。太陽と月の神とかそんなんやったかな。ワールドホビーフェア限定で発売された、まあ、妖怪アークだったんで、持ってる人がちょっと少なかったんですよね。で、神といえばですね、こちら、スサノオさんもですね、神妖怪なわけですけど、このスサノオに関しては、おもちゃに付属してたんですよね。妖怪、デラックス妖怪ウォッチのゼロ&Gみたいなやつあったじゃないですか。パワーアップキットみたいな。それに付属してたんですね、スサノオさん。こちらですね、デラックス妖怪ウォッチエルダをゼロモード、そしてジンモードに変えることができると。このゼロっていうのは、下町シンくんの世界で、まあ、シンくんが持ってたやつですよね。この妖怪ウォッチエルダになる前のやつ。最初の、まあ、ゼロ式ということですよ。で、これがジンモードですよね。いつきくんが腕につけてましたけど、これを使ってゴッドサイド妖怪を召喚できるということですわ。だからこちらのですね、アマテラスツクヨミも、このデラックス妖怪ウォッチエルダージンモードにして召喚することができるということなんだ。まあ、せやから、アマテラスとツクヨミのね、妖怪アーク持ってない方は、こちらを買って、で入手することができます。さ、デラックス妖怪アークって今まで第1弾から第4弾まで割と4枚1ブロータイのその参戦するキャラやったんですか。ゴクオルチとかリンネとかで、だって第4弾がエンマ大王だったじゃないですか。その妖魔一武道会のキャラやったんですけど、この第5弾に関してはほんまに妖怪ウォッチ4、妖怪ウォッチ4プラプラに向けたアイテム、おもちゃという感じだよね。はい。もう形からね、わかるわけですよ。これごついからアマテラスでしょう。アマテラスから開けていきましょう。剣心アマテラスのアルティメットレアランクの妖怪アークが、これだ。これ裏面ですけど、うわ、めっちゃ豪華になってる。すごい。今までのやつよりめっちゃ豪華。ゴールドでめっちゃかっこよくなってるフレームとかね。これ、太陽の神なんですよね。剣心アマテラスって。日本書紀古事記にもですね、載っている神なわけですよ。アマテラスが、まあ本当は女性、お姉ちゃんっていうことみたいですけどね。その、イザナミ、イザナギが、その、八百万の神を作ったと言われておってですね、イザナミが死んだ後、イザナギが、このアマテラスを、まあ誕生させた、作ったと言われておりますよね。で、よく見たらさ、目つぶってんだよね、アマテラスさんってこれね。で、やっぱ太陽神ということで、太陽感出てますよね、こう、パーとこう光ってる感じね。で、左手を差し出していると、そなたに太陽の恵み分けてやろうかみたいな、そんな感じなんでしょうかね。右手に持ってるのが杖。こう髪の毛がめちゃくちゃ特徴的じゃないですか。すごいアフラのように逆立ってるんですけど、これはまあ太陽的な感じを表しているのか。で、おでこのところにもなんかつけてますよね。アクセサリーみたいなやつ。これも太陽神ならではっていう感じ出てますよね。すごいわ。かっこいいわ。後ろの方のこのイラストもさ、めっちゃこう、ファーってこう、なんていうんですかね、斜線みたいな。きらびやかな感じ、ゴージャスな感じ出てますよね。かっこいい。裏面見てみましょう。なんか、スサノオとか、ツクヨミに関しては、裏面がですね、この正体、神の正体だったんですけど、裏面見てみると、てかこの赤色もめっちゃかっこいいな。なんかさ、ちょっと待って。今までのアマテラスのやつと比較してみると、こんな感じだったわけですよ。今までのも十分かっこいいんやけど、
これね、赤色の玉になってますよね。これ光るんかな。じゃあアルティメットレアとか超激レアのアークは光るんですよね。デラックス妖怪物エルダにかざすと。これどうなるんでしょうね。楽しみではある。比較するとこんな感じ。形は全く同じだけど、すごいかっこよくなってると、塗装っていう。これなんやろ、パーツ追加っていうよりも、塗装かな、ゴールドの塗装が、塗られてある感じなんですよね。パワーアップしてる。で、アマテラスのこの裏面見てみると、こちらじゃじゃん、かっこいいっすね。裏面もここ、赤色になってるし、ゴールドだし、みたいな。裏面も気抜いてない。裏面もちゃんとこれ、職人の技というのか、その、機械で作ってんのかわからんけど、塗装もすごくちゃんとできてるよね。これはかっこええわ。なんか映画とかではこれ出てこなかったよね。アーク自体は出てこなかったんだけどね。これはもう形的に言うと太陽を表しているんじゃなかろうか。これ鏡の中に太陽が映っている、そういうイラストですよね。アマテラスといえばまあ鏡なわけ。その三種の神器っていうのが日本にはありまして、最近天皇がさ、変わってじゃない、天皇様と言った方がいいのか、天皇様が変わったじゃないですか。で、その時に、三種の神器の継承みたいな感じで、まがたまだとか、鏡とか、あと剣、草薙の剣っていうんですかね、その三種の神器が継承されたわけなんですよね。で、アマテラスは鏡ということなんで、これ鏡なんかな。その、日本書紀の古事記を、まあ、読んでいるとですね、鏡が出てくるわけですよね。アマテラスの、その、弟のですね、スサノオがアマテラスの領域を犯してきたと。で、アマテラスは女性なんですけど男装ということで、男の人の格好をして武装して構えたわけですよね。で、あまりにもスサノオが悪いことするから、アマテラスは隠れちゃったわけですよね、岩の中に。他の神様がですね、アマテラスをこう隠れてしまったから出すためにですね、その岩の外に鏡を置いたと。で、アマテラスはですね、その鏡を見て、わ、なんか新しい神様おるって勘違いして出てくるという、まあ逸話というかね、神話があるわけですけど、その時の鏡なんちゃうかなみたいな。この鏡にアマテラスが宿っているみたいな、そんな感じかな。そして太陽の神でもあるということっすわ。そしてこちらつくよみさんも出しておきましょう。オープン。つくよみさんのデラックス妖怪アークもめっちゃかっこよくなってるんじゃない。では見てみましょう。せーの、じゃじゃん。こちらが表ですね。めっちゃええやんみたいな。これは今度はですね、ゴールドではなくシルバーの塗装になってるんですよね。しかもここは青色メタリックな感じになってますわ。かっちょいい。穴が開いてるんでね、ボールチェーンとか通すことできますけど、つくよみ、月の神つくよみ、めちゃくちゃ可愛いですよね。これはいいわ。目閉じてると神様はなんか目を閉じがちですよね。みんなの願いを叶えてあげよう、守護してあげようみたいな、そんな感じなんでしょうか。もう両手を広げてるもんね。マザーテレサのごとく、この慈しみがあるということなんでしょうか。ただこのつくよみはめちゃくちゃセクシーですからね。まあ、巨乳でもあるんですけど、ここね、なんかもう足がもう見えてるでしょうみたいな。もう、足がもうほとんど全部見えてるでしょうみたいな感じなんですよね。つくよみかわいい。つくよみって結構、その他の特撮系でも出てきますよね。仮面ライダーとかでもつくよみって出てきますよね。で、見てこれ。三日月になって、そして満月になるみたいな経過が載っているということですね。月の神、つくよみ。で、昔のやつと比較してみると、こんな感じですね。やっぱゴージャスな感じになってますわ。パワーアップしてますよね。いい感じ。つくよみさんの正体が、これだ。ブン。ということで、まさかのですね、ヤマンバーが正体でした。ということですね。これはまあ映画を見た方はご存知かと思うんですけど、そのタエちゃんのそのおばあちゃんのところにですね、ヤマンバーが取り付いていると。それはまあ妖怪ウォッチを守っていた悪いものから妖怪ウォッチを守っていたということで、つくよみの正体がヤマンバーなんですよね。ヤマンバーが有星家の妖怪ウォッチを守っていたという話です。ヤマンバーのさ、頭の上にこのアクセサリーみたいなのありますけど、これが同じですもんね。妖怪ウォッチエルダー人モードに変形、バシンカシャン、ガシンバシャンということで、これがですね、ジンモードなわけですよね。シルバー、ゴールドにかっこいいっすわ。これで召喚することができます。で、ジンモードにしとかんとかやね。
和風な感じのサウンドですよね。では行きましょう。剣心アマテラス召喚。俺の友達、出てこい、剣心アマテラス。ライト。アマテラスと言わないのかい。え?ゴッド言ってますよね、と。あれ?何も言ってくれへんのかな?神の力が強すぎて。はい、いました。剣心アマテラス。月神ツクヨミ召喚。ライト。守り、あ、そういうことか。ライトサイドでヤマンバー召喚っていうことなのか。そしてこっちにするとゴッドになると。セリフはないですけど、月神つくよみをこれで召喚することができると。だからさっきさ、アマテラスさん召喚したんですけど、ライトサイドの場合はもうこの鏡っていうか太陽みたいな感じだから特にそのセリフも音声も何もなかったっていうことなんですね。この神の妖怪アークをこの YSP ウォッチに挿入することはできるのか。これ入らないか。分厚すぎて、これ以上入らないんだ。そういうことか。やっぱエルダにしか無理か。あ、これもなんかさ、YC チップ反応してるみたいな感じなんやけどな。ダメなんね。ちなみにですね、こちら妖怪ウォッチ4で連動すると、初回に剣心アマテラスの武器、そしてツスク読みの、なんか装備みたいなのがゲットできるということでですね。さらに、ゴッドコンとかも稀に入手することができるということですね。で、妖怪ウォッチ1にも連動可能ということでございます。まあ、おもちゃとしてはですね、マジで最高の仕上がりではなかろうか。でちなみに、その、ディラックス妖怪アークシリーズに関してはそのワールドホビーフェアがまた2020年1月から開催されるんですけど、なんとですね、覚醒エンマのデラックス妖怪アークが発売されるみたいなんですよね。なんかエンマ大王のそのデラックス妖怪アークと形はめっちゃ似てるんですけど、覚醒エンマバージョンとしてね、発売されるみたいです。はい、ということで以上、今回は剣心アマテラス月神つくよみのデラックス妖怪アークシリーズ第5弾の紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。